まさかウェーターが正規の大発見。まさかこれお願い。まさかゴリラがウェーターが正規の大発見。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では新しい、ミステリーバンドルの購入10連ガチャのお時間がやってまいりました。なんかね、クリプトバンドルがみんなに不評だったのかすぐに終わってしまったので、はい、ゴールデンミステリーバンドルと、まあなんかいかにもゴールデンというなんかちょっと安易な名前がついてるなっていう感じで、本当にねゴールデンなのかどうかっていうのを試してみたいですよね。はい、835円で購入することができます。一応ヒント見ておきましょうか。でもね、ヒント見たらね、前回の、バイオショックインフィニットもあるんですよね。これがバイオショックインフィニットですよね。で、あとねこれ F1 なんですよ。 F が1位取ってるんで、 F1 2015から18、19あたりのあのシリーズものですね、 F1 の。まあそれが当たるっていうことは分かってますね。まあそれぐらいですかね、ヒント。あと分かるの、はい、またちょっとチャレンジしていきたいと思いますが、まあ特徴としてはこのバンドルには50ドルの質、100ドルの質、500ドルの質と、はい、5万円相当のものってどんなんなんでしょうね。もうトリプル A タウトルばっかりっていうことでしょうかね、500ドルの支出って。はい、素晴らしいファナティカル支出スプリーも含まれていませんということで、はい、ちょっと日本語意味が分かりませんが、まあ、豊富なトリプル A とインディーヒットが含まれるこのコレクションと書いてあるので、期待しましょう。はい、スクエニコードマスターなんかも書かれてますしね。まあ、スクエニって言ったら多分、ファイナルファンタジーとかそういう有名どころではなくて、あれでしょうね、トゥームレーダーとかね、トゥームレーダーの過去作とかが来るんじゃないかなと思いますが、はい、早速カートに入れて購入していきたいと思います。さあ行くぞ、くらえ。はい、今購入することができました。こんな感じで10個ですね。まあこの時点でなんかこうアイコンが金色に光ってたりね、プラチナに輝いてたりとかしたらね、当たりってわかるんですけど、まあそういう演出もなく淡々と10個並びました。ではこれを開封して、スチームページ見ていきたいと思います。受けてみなさい、オーギ。はい、では、順番にゲーム、当たったゲーム見ていきたいと思います。最安値の合計出しときます。はい、でね、トップページ、昨日あるべきもの、まあ、1週間限定セールのゲームないじゃないですか。まあこういう時は、まあ大型セールがその週に来るということが確定なので、まあおそらく金曜日、リーク通りサマーセールが来るでしょうっていう感じですね。またあさってになろうかな、またレポートしたいと思いますので、期待していてくださいということで、はい、見ていきますが、まずねクリプトワンドルと比較してもらったら分かるんですけども、最初の5つはこれでしたね。はい、クマロンっていうのかな、はい、QUMAROM、 このパブリッシャーのゲームでした。はい、バイキングサガ、ロードオブローマ、ロードオブローマ2、ロードオブローマ3、はい、このストラテジーゲームが来ました。でフェンインローマという、はい、ローマにこだわっているゲーム群ですね。この5つはこの同じパブリッシャーのゲームでした。これ前回もそうだと思うんですが、そういう特徴があるということをまず押さえておくといいと思います。はい、そしてですね、自分が当たったのは、まあまあ今回ね、割と当たりと言っていいゲームが2つほどありましたよ。はい、まずリカバリーサーチ&レスキューシミュレーションということで、はい、2014年の1月9日不評のゲーム不評のゲームってすごいな、498円のゲームですね。はい、そして、ローラーコースタータイクーン2、トリプルトリルパックっていうのかな、はい、スリルパックかですね。はい、でこれが2002年10月15日の非常に好評の評価の、ゲームですね。980円。そして、AI をフリートコマンドという2009年10月22日の非常に好評のゲーム、このゲームも
980円、当たりましたね。はい、多数のユニットを操り戦術目標を達成する RTS の操作体系、タワーを、選別し敵を一網打尽にするタワーディフェンスの試行錯誤と爽快感、マップ拡張や技術開発の取捨選択に迫られる 4K ストラテジーの戦略要素、さらにはロストテクノロジーや宇宙海賊といったスペースロマンみたいなね、すっごい熱く語ってる人がいますけれども、はい、このゲームが当たりました。まあ、評価がね決して悪くないのでね、非常に好評なので、はい、いいゲームではないでしょうか。そして、オーバーライド、メックシティブローというゲームですね。はい、これがね2018年12月4日と比較的最近の非常に好評のロボアクションゲームで、はい、まあ定価で買うと3090円でしたね。はい、それが今 85% オフの463円で6月26日まで買えるということで、割とセールされている作品ですね。はい、巨大ロボを操作して戦う 3D 格闘ゲームと思えば大体合ってると、最大4人プレイができますよということで、はい、このゲームが当たりました。そしてね、シャーロック・ホームズの、作品ですね、4980円の、まあこれがいわばまあ AAA タイトルというか、まあ、当たりになりますかね。はい、自分はまあ持ってるんですが、結構ねこのバンドルで入ってる、ゲームですけどね。はい、シャーロック・ホームズ悪魔の娘は名探偵シャーロック・ホームズとなり、推理アクションを駆使してロンドンの街に、はびこる悪と戦うアドベンチャーゲームということで、はい、このゲームが当たりなのかなと思いました。だから前回よりは多分いいんじゃないかなと思います、ラインナップ的にはね。ただまあ同じパブリッシャーのゲームが5つ入っているので、まあ、そこのパックがなんか外れで、あとまあお茶を濁す感じで他のゲームが入っているみたいな感じですね。まあ、お得であることは間違いないんですけども、はい、皆さん、どう感じられたでしょうか。はい、ぜひ興味があったら自分も、購入して、またこの何とも言えない当たりか外れか、このドキドキ感を味わってみてください。概要欄にリンクを貼り出しておきます。ではまた、もうこれはずっと続けていこうと思うので、はい、うわーこれが当たりだって、まあ、過去にも、まあ、数回ありましたけど、うわよっしゃ当たりだっていう、そのなんか得点が出るまでもうやり続けようかなと思ってるんで、はい、また視聴していただければ嬉しいです。ではファナティカル10連ガチャの動画でした。この動画が良かったなと思われたら、グッドクリックよろしくお願いします。ユーロでした。バイバイ。Wherever I go, wherever I see, I'll remember you if you remember me.